こんにちは、バイアンドです。今日は何についてお話しするかというと、女性が男性に対してキュンとしてしまうポイントについてお話ししていこうと思います。例えば好きな人や気になってる人はいるけども恋愛対象として見られないとか、どれだけアピールしても友人で終わってしまうなど、後思いで辛い経験をしたことがある人も多いと思います。女性が男性を恋愛対象として見るようになったきっかけを知ることができれば、あなたが気になってる人に対しても同じように恋愛対象として見てもらうことができるようになるかもしれません。なので今回は、女性が思わず恋愛対象として見てしまうきっかけを参考サイトや心理学的観点から集めさせていただきました。もしもこの動画が良ければ高評価とチャンネル登録していただけるとありがたいです。ではバイアンドチャンネルスタート。ちなみに参考にさせてもらったサイトは、概要欄に貼っておくので、もしも良ければ見てみてください。ポイント1、相手の好意が見えた時。女性は自分を好きだと言ってくれた人に対して気になる人が本当に多いです。仮に最初は友達だと思っていたとしても、好意があることが分かれば1回は天秤にかけるという人が非常に多いです。ここで言う好意というのはイコール告白というよりも、普段から特別扱いしてくれたり、付き合ったことを想定できるような言動を多く見せてくれる時をどちらかというと指します。なんですけど、実際多くの人はできるだけ相手に好意を悟られないように自分の気持ちを押しつぶそうとする人が多いと思います。こうしてしまうとそれがかえって裏目に出てしまうこともあるので注意が必要です。ちなみにこれは好意の偏方性という言葉でも説明することができます。結構多くの方がね、聞いたことあるかもしれないんですけど、人は何かをもらった後自分で認知すると、それのお返しをしなくちゃという気持ちが働きます。例えばよくスーパーでソーセージを売っているおばちゃんを見たことがある人がいると思うんですけど、これはまさにこの仕組みなんですね。購入するつもりがなかったとしても何かをお返ししなくちゃと思って結局ソーセージを買ってしまう人がいるんですよね。なのでこれはこのまま恋愛にも応用することができるんですけど、まず相手から好意が欲しければあなたの好意を見せていくことが重要です。ポイント2、ギャップを見た時。これは以前に私が優しくてもモテない男性の特徴っていうような動画を上げた時にも少しお話しさせてもらったことなんですけど、恋愛に発展するかどうかは本当にギャップをどれだけ見せれるかと思うぐらい重要事項に入ってきます。なぜギャップを見せると好きになりやすいかというと、これはゲインロス効果という、心理学的現象でも説明することができます。これは人の心理状況においてプラスとマイナスの変化量が多いほど人の心に影響を与える度合いが大きくなる現象を指します。もしも現時点で好きな人が恋愛対象として見られてないのであれば、自分自身にどうしたらギャップ的な要素をつけれるかを分析してみるといいでしょう。いつも優しいと言われるならそれはとてもいいことだとは思うので、少し肉食系男子の特徴を勉強してみるなどもいいと思います。この反対も同様に同じことが言えます。ポイント3、好みの一致が多いと思った時。今現状で学生ではない方は学生時代などを思い出してほしいのですが、最初に仲良くなる人ってどういう人でしたか？おそらく多くの人が一番初めは出席番号が前後だった人とか、席が隣だった人と仲良くなった傾向があると思います。なんですけど時が経つにつれて今度は共通点が多い人と仲良くなる傾向が高くなっているはずで、これを心理学で類似性の法則とも言われています。例えば海外旅行で私は現地の言葉が全くわからない国に行ったことがあるんですけど、この時に私パスポートすられた経験があるんですよ。でその時に日本人が近くにいたことがあって、それだけでものすごくホッとした記憶があります。こういう風に自分の価値観だったり自分と同じものを持っている人が近くにいると非常に安心感だったり、共通点から勝手に親近感が湧いたりする現象が起こるんです。そういう風にお互いで認知できた人は仲良くなる傾向が高くなります。ちなみにこれはしっかり研究でも明らかになっていて、アメリカの心理学者マーロンは被験者1000人に対して長く関係が続いている友人の特徴について調査したのですが、その結果職業や学歴、宗教や支持政党が同じだった人が仲良くなっている可能性が高いことが分かっています。いろんな条件がかけ離れていると、一緒にいる時間が長かったとしても関係が長続きしないということが明らかになっています。相手との好みがどれだけ一致しているかということを互いに認知することが必要なので、それがお互いどれだけ認知されているかということを確認してみるといいと思います。ポイント4、努力している姿。これは実は私が、女性友達に聞いたり恋愛系のサイト等で見た中でも一番多かった意見でした。男性から見ても
ても同じことが言えるかもしれませんが、特に女性は何かを頑張っている男性の大きな背中を見るのが本当に大好きです。これは私も含めて同じことが言えます。あなたは 3B という言葉を聞いたことがありますか？これはバンドマン、バーテンダー、美容師の頭文字を取って 3B と呼ばれているんですけど、なぜこの言葉ができたかというと、女性があまりにもこういった男性に引っかかる人が多いというところから来ています。この言葉からも説明できるように、何かに頑張ってる姿を見せられると女性は非常に弱い傾向があります。努力してる姿や何かを頑張ってる姿、こういったところを見せられるようにしておくと、非常に女性からは好印象だったり恋愛対象と見られる可能性が高いので、ぜひ覚えておいてください。今回のまとめになりますが、女性が男性に対してキュンとするポイントを4つお話しさせてもらいました。1つ目は、あなたからの好意が見えた時。2つ目はギャップを見えた時。3つ目は好みの一致が多いと感じた時。4つ目は努力している姿を見た時。これらのことを意識して女性と関わってみるととてもいいと思います。バイアンドの質問コーナー。はい、以前からいただいていた質問をお答えしていこうと思います。いつも動画見てます。ショーン・メンデスさんで一番好きな曲は何ですか？ショーン・メンデスさんはですね、もう本当に王道になっちゃうんですけど、 If I Can Have You っていう曲が好きです。ちょっと著作権の問題で音流せないのであれなので、わからない方はぜひね聞いていただきたいんですけど、とても大好きです。ありがとうございます。次、やっぱり筋肉はあった方がいい？まあ人によると思いますけどね。私ね、どちらかというと筋肉あった方がいいというよりかは、鍛えてる姿見るとなんかすごいキュンときます。恋愛とかも結構勉強しててすごい思うんですけど、女性って本当にプロセス思考なんですよね。そういう姿に向かって頑張っているっていう、そういうところをすごい感じるだけでも女性はすごいキュンとする方は多いと思います。次、好きな子が受験中はそっとして応援しとくのが一番でしょうか？じっとして応援するのが一番だと思います。次、現在ハマっていることは何ですか？第五人格です。ゲームとかってしてますか？第五人格をしています。次、好きな服のブランドはありますか？好きな匂いはどんな匂いですか？好きなブランドはこれ女性かな、女性でってことかな。私が着てる服のブランドだと、まあ、ザラはすごい好きですね。次、なぜショートにしたんですか？私もともとショートでしたよ。一番最初の動画からずっとショートですよ私エクステとかつけた時はあるんですけど、もともとショートです。次、初めて女の子を遊びに誘う時のおすすめとかありますか？そうですね、まあちょっと状況にもよりますけど、私だったら映画とか言われたら嬉しいかな。あとは普通にご飯行くとか、ゲームセンターが大好きなのでゲームセンター、まあ要はその女の子が好きなところに行ってあげるといいと思います。根本的なところで言うと、相手の好きなところに連れてってあげるのがいいと思います。次、理系大学生の出会いの場知りたい。あ、そっか、理系大学生は女性がいないんですね。なるほど。もうそれは最初はやっぱり出会い系じゃないですか。本当にその紹介してもらえる人とかもいないんだったら、出会い系から最初にやった方がいい。あとは SNS、 私実際上京してくる時に SNS をきっかけで友達になった人いましたね。なんか本当に何もなく、それは同棲も東京に全く一人もいない状態だったんで、それをこうどうしたらいいかなと思って SNS をやった、 Twitter かな、やりましたね最初は。うん、だそういう出会い方もありかなって思います。次、付き合う前の誕生日プレゼントのおすすめは何ですか？誕生日プレゼントか、私もらったことないな、付き合う前の人から誕生日プレゼントとか。多分アクセサリーとか洋服とかそういうものあげちゃうと本格的になっちゃうので、私だったら例えばちょっとお高めのあのチョコレートとか、そのコンビニとかでは買えないようなものでもギリなんかフラットにあげれるレベルのものをあげますね。そう、今ちょっとパッと出たのがゴディバとかだったんですけど、本命と捉えれば捉えれるし、友達とも捉えれるようななんかこうラインを探します。次、高校の時もしくは中学の時にやっていた部活は？中学は吹奏楽部のトロンボーンを吹いてました。で、高校は3年間弓道部でした。最近食べたもので一番美味しいものは何ですか？あのこの間ちょっと忘れちゃった、ため池山王駅にあるアナのインターコンチネンタルみたいな、なんかそういうホテルがあるんですけど、そのビュッフェがめちゃくちゃ美味しかったです。あんまビュッフェとか私行かない人なんですけど、一度行ってみたいねみたいなのを友達で言ってて、で行ったんですけど、それがめちゃくちゃ美味しかったですね。次、告白したら相手の女性にありがとうと返事されたのですが、ノーと解釈すればいい？これはちゃんと聞いた方がいいと思います。付き合う
ことを考えてくれたとか、あの時の返事ってどうとか聞いた方がいいと思います。次、香水使ってますか？使ってたら何か教えてほしいです。ですね、私はだいたい2つの香水使ってて、これが1つ目ですね。どうなんだろう、これはボケてる感じするけど、これがシャネルのココマドアーゼルオードパルファムっていうやつですねを使ってるのと、あとはこれがティファニー&コーの香水を使ってます。これはあの私の大好きな親友の子からいただいたもので、今ちょっと売ってるのかわからないんですけど、これを使ってます。たまにつけてるかなって感じで、ちょっと大事にしたいなと思ったんで、はい、この2つ使ってます。次、告白するタイミングはデート何回目がおすすめ。これね、結構いろいろあると思うんですけど、以前そのお話しした、まあ、単純接触効果、ザイアンス効果っていうのを話したことがあったんですけど、あの告白はできるだけ会う回数が多ければ多いほどやっぱり成功率は高くなっていくんですよね。例えば、まあ、初回でやるべきとか何回目でやるべきみたいなベストなタイミングとかっていうのはできるだけあった方がいいと思います。これ本当に人によるから、何回目がいいよっていう風にお答えすることはちょっとできないんですけど、会う回数が多いければ多いほど告白成功率は高くなるよっていうことは覚えててください。はい、ではですね、次の動画でもまた、お話ししていこうと思うので、ぜひ見てください。では今日の動画は以上になります。ワイエンドでした。バーン。